後日学校の方で面談があるので、担任の先生に提出したいと思います。マジでやめろ。キャプテンって呼ぶ方より可愛いし。パカ、サヨだよ。パカ、リサだよ。サヨチャンネルです。はい、今日何の企画か分かりますか、サヤさん。はい、分かります。あの、リサの罰ゲームを行うというね、すごい楽しみな企画ですよね。いや、すごい楽しみにしてて、はい、いや、どんな、違うよ、違うよ、それは違う、どんな罰ゲームをしてくれるのか。え、違うよ、楽しみにしていました。教えてあげて、リサ。今日は、ハロウィンの対決のサヤへの罰ゲームをやっていきたいと思います。イエーイ、イエーイ。はい、内容はまださらに伝えてないので、はい、じゃあリサからお願いします。じゃん。え、何、作文用紙、え、どういうこと、うん、どこ、ちょっと、ね、リサチャンネルへの思いをこの作文用紙に書いてもらいたいと思います。書いてください。マジ、しかも2枚です。2枚、2枚書くの。2枚書いてもらいます。え、最後まで書くの、書け、か、さ、2枚、2枚目の最後まで書かなきゃダメ？半分くらいまででいい。半分くらいまででいいの？あー、まあ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 、ガチ？今から書くの？はい。じゃあ書きたいと思います。別に内容は何でもいいんですよ、さゆりさチャンネルだったら。さゆりさチャンネルへの思いをここに書いてほしい。じゃあ5万人突破したことについて書こうかな。書こうと思いますね。はい。じゃあ制限時間1時間で。もっと早く書ける。あ、本当？うん、じゃあ30分で。はい、はい、29分で、はい、書きたいと思います。ゴーゴー。はい、書き終わったそうなので読んでもらいたいと思います。はい。え、読むの、読むの、はい、読んでください。ガチで、これただ読むだけじゃなくて、あの、リサがって鳴らして指示するので、それになりきってください。ああ、前やったみたいなやつ。うん。え、じゃあその指示になりきりながら読めばいいの。そう。ガチって鳴らすから。じゃあ、はい、わかりました。まあ、罰ゲームなのでやらなきゃいけないのでやりたいと思いますね。はい、やってください。はい、自撮り対決罰ゲーム。さゆりさチャンネルの可愛い方、おばあちゃん。はい、さやってこれじゃわかるよね。キャプテンって呼ぶ方より可愛いし。今は、かっこ、さやしちゃんねん、お前のとこと聞いてね。さあ、どう考えてもさやのおかげです。何なの？幼稚園児。このすごく性格が良く、頭もすごくいいため、そりゃさやのおかげです。あんな、性格が悪く、お姉ちゃんの傘をブスレベルに来るほど、赤間、見回れが号泣。あんな、ブスさえ置かれた、天と地の差のほど、かっこ、みんなわかると思うけど、一応言っておくね。さやが天の子。ブリンコ。あ、でも、さやさんにも今見てる、さやしちゃんのよ、チャンネル登録してる、みんなのおかげでもあります。みんなフォローしてないから、フォローするべき。そして、うちを押すべき。あ、これか。まず、これから、姉妹バチバチチャンネルを見守ってくださり、ありがとうございます。シング2。2021年の中では、10万人クラクターです。頑張ります。片言。そして、2021年には、自社の愛を確かめ続け、うずだんのは、スマイバッチバッチさんで、おばあちゃん、エルメさんには、スマイバチバチくれてあげるではなく、スマイ仲良くやっていってるよ、もう2枚的チャンネルに。あやまーす。ママの動機でも増やしていっちゃいます。あ、それいいね。幼稚園児。ママの動機も増やしていっちゃいます。ちなみに、宣伝しちゃうけど、インスタは、さゆりさの方と、さゆりさのリサという妹のアカウントではなく、さゆという、ことこと、うちのアカウント、二つを、フォローしてみてね。ツイッターも見てよね。さらば。はい、じゃあもう、うざうざポイント紹介していきます。です。いや、うざうざポイントなんてない。
いいとこポイントしかない。なんでなんで、いいとこポイントなんで2行目からもういいじゃん。リサチャンネルの可愛い方からもいいじゃん。お前な、お前なゴリラキャラでやってる。はい、まず2行目、さやりさチャンネルの可愛い方って名前のところに書いちゃってるあたりがうざいと思います。はい、わかります。矢印マークでさやってことわかるよね。クソ豚って呼ぶ方より可愛いし。はい、ここにね、頭もすごくいいためって書いてます。へえ。はい、そして、リサの悪口書いてますね。性格が悪く、お姉ちゃんのことをブス、デブと呼んでくるほど、お顔も耳がでかく、あんなブスとさやを比べたら天と地の差ほど。かっこみんなわかると思うけど、一応言っておくね、さやが天の方。いや、別に真実を書いただけなんですけど、もうただの妹の悪口ですね。じゃあ、そういうこと書くんだったら、うち原稿用紙5枚くらい書けるよ。さやの悪口なら5枚くらい書けるけど。足りないって、作文用紙2枚じゃ。さやも控えめに書いただけだから。やっぱり。このぐらいしかね、悪口見つからなかった。イエーイ。なるほど。イエーイ。私はすごい、いい人。イエーイ。違えよ。いいとこは一つも書いてないから、地味にしとっけ。バッキ、そういうとこかな。はい、そしてここね。姉妹バチバチチャンネルを見守ってくださり、ありがとうございます、シング2。マッシング2って何？何これ。さあ、よくマッシング2ってよく言う。いただきます。ワンもあるの？ワンもあるの？何？マッシング1もあるの？そういう2じゃないよ。あ、そういう2じゃないの、これ。うん、中和の通違う。中和の通違う違う。違う違う。じゃあ何？え？何じゃあ。こういう通。やっぱそうだ。ピースじゃん。アボビの通。ピース。で、2021年の中では10万人行く予定です。頑張ります。じゃあ行かなかったらまた罰ゲームだね。なんで？書かなきゃよかった。さあ、だけ罰ゲームということで。Okay。いいじゃん、高い目標をやることはいいと思うんだけど。まあね、でもね、そうだよね、来年の目標はね、10万人達成だもんね。うん、まあね、来年の目標は一応ちょっとちゃんとしてもらって、マッシング2やめてもらっていいですか。それマッシング2だよね。どこがアゴピなの、ハナピじゃん。え、ガラのクラスになっちゃう、それハナピって。マッシング2やめてちゃんと聞いてもらっていいですか。うざいやん、なんだこれ。こうってよくやる人じゃん。うちの場合見たことない、やってるとこ見たことない。うちの場合ってやったらけど、サイがやってるとこ一度も見たことないから。うちはやったことある。寝る前に絶対こうやってやる。うちはよくトイレから上がってきて鏡の前よ。よし、お前順調だなと思って言ってもらったけど、どうした？え、逆にやってないの、みんな。やって、逆にやってないからおかしいな。みんなやってんのかい。もう私のことバカにしないで、私絶対入るんだよ。だよ。足ずつやろうね。みんなもやった方がいいと思う。やっぱトイレから出てきたり寝る前に、あ、明日も順調かな、今日も順調かなっつって順調な時にあるポーズだからね。はい、マシングツー、はい、マシングツー。ねえさん、ねえ、一応しないんだけど、まあ一応乗り乗ってただけなんだけど、裏切ったポーズ。誰がやるか、そんなの。誰がやった？きっとさっき前仲間だと思ってたのに。急な裏切りだね。誰がやるんだ？なことはどうでもいい。はい、次どうぞお願いします。はい、はい。あ、そう、何言おうとしてたんだっけ？あ、そうそう。でね、まあ確かに2021年、来年の目標は10万人達成ですよね。何もやりなよ、早く。なんでカメラに映ってないところで、なんでマッシング2でやるの。やっただけ損じゃん。やりなよ、やりなよ。誰も見ないのにさ、やりなよ。マッシング2する必要あるの。そして密かにさやは姉妹バチバチ系チャンネルではなくて、姉妹仲良くやっていってるよマジマンジ的チャンネルに変えたいと思ってるそうです。うち
っぱ一生悲しいと思って、やっぱそれ平和の方がやっぱみんなハッピーみたいな感じだから、やっぱりリサの愛を確かめ続けながら仲良くやっていこうぜって気持ちでチキチャンネルにやっぱ変えた方がやっぱそっちの方がみんなも見てて平和だなと思うし、そっちの方がいいかなっていう感じ。あ、なるほどね。あ、じゃあもうあれなの、ウームのホームページのところのさゆりさチャンネルの紹介のところには姉妹仲良くやっていってるよマジマンジ的チャンネルって書くの？そうそうそう、いや変えようマジ、もう今から変えちゃってもいいレベル。どこが仲良しの？本当に友達くらいの感覚でいるからそれとは。え、友達仲良しじゃんそれ。え、仲良しじゃん。いや、友達以下だから。遠い親戚でしょ？友達以下。遠い親戚。友達以下。遠い親戚ぐらいでしょ？遠い親戚ぐらいでしょ？違う、あのたまたまか、あの豚、あの違う、たまたまあのどっかでぶつかったくらいの通りすがりの人。そう、そういう感じ。どう、典型的には。あ、通りすがりの人と。じゃあ YouTube 撮ってるそうなんです。ちょっとそれは辛いんですけど、まあ、ちょっと辛いよ。待って、通りすがりの人だと思われてたみたい。あー違うと。はい、そしてね、ここにね、はい、ママへのドッキリも増やしていっちゃいますとかって書いてるんですけど、ママドッキリされたことないですから、増やしちゃいますどころか。やっていきます。やっていきませんっていうことですね。え、なんで。でもさ、やんなきゃさ、やっぱみんなもさ、やっぱママも、まあ、うちはあのママにドッキリ仕掛ける気ないですけど。違うよね、みんなね、みんなが見たいのはさやみたいなちょっとおバカな子がまんまと騙されるところが面白いから。そうだよね、うちみたいな鋭いやつはドッキリに仕掛けられない。そうそうそう、回避しちゃうから。そう、神回避しちゃうから。ガチで回避してる。ね、何本ねドッキリがボツになったことか。告白チルトラ。それもそれボツじゃない、それボツじゃないです。それちゃんと動画出てるんで。あ、立ち出たんですか？ちゃんと動画出てます。だってさ、何個ボツになったか分かんなくて。だってさ、引っかかんないんだもん。そうだね、引っかかんないね。余裕で神回避だから。まあ、なんか本当にそんなわけないじゃんみたいな感じで聞いて、ママがさ指骨折しましたドッキリとかもさ、隣の指と普通一緒に包帯巻いて固定するよねみたいな。言ってた、ボスになったけど言ってた。ね、悲しいです。悲しいですね。皆さんいっぱい本当は撮ってるんですよ、動画。撮ってるんです。いろんな企画いっぱい存在してるんですけど、まあ、リサのせいで、ボスになってる。それは、ママとサヤのせいですよ。仕掛け方が甘いんですよ。もう仕掛け全然考えてない。もうぬるいって感じ。ってことは、お味噌汁に出汁入ってないくらい。それ味の問題でしょ。温度じゃないじゃん、ぬるいとかじゃないじゃん。で、さゆりさチャンネルへの思いを書いてくださいって言ってるのに、最後の6行ぐらいはなんと自分のインスタを宣伝しているという。妹のアカウントではなく、さやといううちのアカウント2つをフォローしてよね、ツイッターも見てよね。さらば。今日待って。で、このうざさで。息止まるからやめて。さらばのうざさ。さらばで締める、この破壊力は本当にうざすぎる。やめてほしい。何このさらば。さらば何に影響されてんのか、ね、それは。まあいいです。ほっときましょう。ほっときましょう。いや、罰ゲーム人に書かれたのに、なんで結局。はい、じゃあこのね、ふざけた作文は、視聴者プレゼントということで。そうそう、毎回嘘つくんだけど。なんかやったわ。騙されちゃうから、ほんと。誰が欲しいのさ。で、前回言ったところ、さやちゃんの絵欲しいってコメントめっちゃあったから。今回も来ちゃうかもしれません。ほーらねー。作文欲しいって来ちゃうかもしれません。はい、じゃあもうね、この作文は、後日学校の方で面談があるので、担任の先生に提出したいと思います。マジでやめろ。添削してもらいたいと思います。マジでやめて。先生お願いします。おばあちゃんでダンスを踊って。
ちげえよ。マジングツルさん。あのさ、罰ゲームじゃないと何やらせてんの。やめてよ、罰ゲームみたいなことさせるの。リサ、そういうキャラじゃないから。キャラ、そういうキャラじゃない。サラと同じキャラじゃないから。頑張って。やめてあげて。頑張ってやってるよ。そういうキャラじゃないから。そうそうそう。おじいちゃん。いや、何が変わる、マシングツオが。何が変わる。おじいちゃんに何が変わる。丁寧なのか丁寧じゃないのか、何なのか。心霊写真。わかるだろこれは。どう考えてもサイチーズみたいな、よくある。転ばせんな。食いしまった。人のせいにしないで。なんで、なんで鼻毛がいるんだ。ブリッド鼻毛扱い。改めて5万人ありがとうございます。ありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。今度はリサに罰ゲーム作文100枚仕掛けて。また多分100枚無理だと思う。